さあ今日はここホテルのロビーからビール営業5年目の鈴木の商談の模様をお送りします。今日の対戦相手は大手飲食チェーンのオーナー、しかも今日が初対面。いつも以上の大きな商談に気合の入り方が違うようです。解説にはおなじみ松木安太郎さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどんな相手か分かりませんからね、もうね泥臭く言ってもらいたいですね。そんな鈴木、待ち合わせ場所のホテルのロビーにて提案内容のチェックに余念がありません。頼もしいね。とここで部長からの電話。直前ですからね、警戒が必要ですよ。はい、鈴木です。はい。仕様の変更？おっと、ここでまさかの緊急事態、はい、提案の仕様に変更が発生した模様です。これはね、社内の連携ミスですよ。商談まで時間がない。何が起こるかわからない。それが試合、はい、それが社会であります、はい、お、ひっくり返した。ここで鈴木、ダイナブック VC72 をタブレットにして修正内容をメモしています。ペンで画面に直接書いてますよ。ダイナブックは紙のような自然な書き心地、これ一台で手書きメモまでできるんです。これはペーパーレスってやつじゃないですか。やってみます。もう商談まで時間がないぞ。しかしここは会社ではなくホテルのロビー。さあ鈴木、どう出る。やはりここは 2-in-1 の本領発揮。タブレットがまた PC に早変わり。出た、狂ってのいいね、狂ってのが。企画書見積もりを次々と修正、マイクロソフトオフィスを自在に操っています。キーボードも打ちやすそうだ。打ち心地を追求したフルサイズキーボードです。さあ修正項目が次々と埋まっていく。たくさん作業してるけどサクサクだね。おっと、また部長から電話です。え、一部また元に戻す。わかりました。なんと修正内容が2点3点。ここに来てこの展開は厳しい。でもさすがですね、フレキシブルに対応してますよ。いけ、ダイナブック VC72。 どうやら終わったようです。ピンチを切り抜けたんじゃないですか。これが鈴木が修正した商談用資料フォルダの中身です。これだけの修正箇所を、あれ、一箇所チェックがついてないですね。デスクトップ上、商談用資料フォルダの中のイメージ動画 60% 45% ですね。鈴木、痛恨のミス。なんと動画の修正を忘れていた。そして迫る商談相手。そんなヘビーな作業外出先でできるわけないよ。さすがにこれはもう待ってください。松木さん、何やら鈴木が動画の編集できています。鈴木、動画の編集をしています。できてるんですか。さすが最新のインテルコアプロセッサー搭載のダイナブック VC72。 重い作業もしっかりできる高性能マシンです。やはりインテルですからね、世界トップレベルですよ。おっと、ここで取引先の車が到着。まだ来ちゃダメだよ、まだ終わってないよ。さあ時計は約束の時間を指そうとしている。もうここまでか。あとはもう気持ちだよ、諦めんな。間に合った。お待たせしました。はい、あなた大将。あれ、この人一体どういう。鈴木の前に現れたこの人はもしや。今入った情報によりますと、今日の取引相手の飲食チェーンのオーナーというのはあの焼き鳥屋さんの大将なんだそうですよ。いや、大将やり手ですね。楽しみにしてますよ。はい。さあ鈴木にとってはここからが本当の商談の始まり、しっかりとものにしてほしいですね。まあ今の流れに乗ればきっとこのジョブは大丈夫ですよ。現場からの中継は以上です。松木さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。